第二次祝戦争は、イギリス東インド会社軍と祝王国軍のどの間に勃発した戦争。この戦争により、イギリスはインドにおける最後の独立国である祝王国の併合に成功し、全インドを植民地化した。ラホール条約より、首都ラホールには、イギリス人の駐在官が置かれ、王国は、ジャムカシミール、ジャーランダルドアーブなど多くの領土の割譲を、 余儀なくされた。また、軍隊も、不評2万と、騎兵1万2000に縮小を余儀なくされた。同年12月16日には別の条約の締結を余儀なくされ、イギリスの駐在官は王国において、あらゆる権限を行使できるようになった。また、イギリスは、自らの判断によって、王国の各地に駐屯地を置くことが認められた。しかし、 これらの植民地支配による各種の改革が王国に導入されると人々の不満が高まり、領土からイギリス勢力を追い出すよう望む声が多くなっていた。イギリスの側もまた一部の徹底した帝国主義者の官僚らは国王国の領土を併合し、パンジャーブを直接統治するように考えるようになった。1848年5月、ついにイギリスへの不満が爆発し、 宿王国内の各地で自由を訴える人々らは反乱を起こした。これが第二次宿戦争である。主な指導者はムールラージ・ムルタン・ワーラーとチャタル・シング・アッター・リー・ワーラーであった。1848年4月19日以降、宿王国軍はムルタンに籠城し、これを攻めるイギリス軍と戦った。同年11月22日、宿王国軍は イギリス軍とラームナガルで回戦し、イギリス軍を破った。だが、この戦いで、イギリス軍に打撃を与えることは、ほとんどできなかった。1849年1月13日、祝王国軍は、チリアー・アンマーラーで、イギリス軍と戦い、これに勝利した。だが、双方ともに、大きな打撃を被った。だが、同年1月22日に、ムルターンに籠城していた。 ムールラージ・ムルターン・ワーラーは降伏し、ムルターンはイギリス占領下に入った。同年2月21日、祝王国軍はグジュラートでイギリス軍と激突し、これが祝戦争最後の戦いとなった。この戦いで祝側は2000人の死傷者を出して大敗を喫し、戦いの奇数が決まった。こうして祝側は徹底的に打ち任され、 1849年3月26日に、宿王国は敗北を認め、イギリスに降伏した。インド総督、ダルハウジー公爵は、パンジャーブで二度と騒動が起きない方法は、間接的統治ではなくイギリスの直接統治であると考えた。ヘンリー・モンゴメリー・ローレンスは、賢明な政策ではないとしたが、その考えは揺るがなかった。3月29日、イギリスは、 宿王国の領土は、カイバル峠を境に併合されたと宣言し、インドの植民地を完成した。同年12月21日、ドゥリープシングは5万ポンドの年金を当てがわれ、パンジャーブのラホールからアワドのファテーガルに移動させられた。またこの時、インド総督、ダルフジーによって、彼とその一族の土地は取り上げられ、チランジートシングが手に入れた。 コーヒーネールのダイヤモンドも取り上げられた。これはイギリス女王ヴビクトリアに献上され、現在に至るまでイギリス君主の王冠を飾る宝石となっている。さて、イギリスは祝王国の領土を併合し、実に一世紀以上にわたるインド植民地下という大事業を成し遂げたわけだが、これが最後の戦争ではなかった。彼らはインドの人々がその統治に対して、 どれほどの不満を抱いているかなど知るはずもなかった。こうして、1857年5月に、イギリスの植民地支配を打倒すべく、ムガル帝国の皇帝バハードルシャー2世を最高指導者に、デリーをはじめとするインド各地で、人々が立ち上がった。イギリスとインドの事実上の最後の戦争、インド大反乱である。ありがとうございます。